はいどうも、低所得系 YouTuber のジェットシンです。ガチャーン。はい、ということで、ガチャーンですけども、今日はですね、今日僕が、エントリーシート履歴書ですね、書類審査で、落選してしまった。ただ、これを機にちょっと考え方、狙いを自分のやりたいことにちょっと気づいた、会社なので、ちょっとどういうところ僕が、受けようかと思ったのをね、紹介したいと思います。これ何の足しにもなりません、他の人は。あくまで僕がどういう動き方をしていくかっていうのはね、やっぱりこうちょっと、ドキュメントにしたいと思いますんで、やっていきたいと思います。ショック隠しきれてないよね。落とされた。まずどういったところを受けたか。はい、名前は出せないですけども、リモート×講師。これなんだろう、リモート×講師。これどういうことかっていうと、今リモートで働くちょっと概念が少しずつ出てきて、概念というかね、会社だったりとかで、僕はちょっとそこでリモートっていいなって、そもそも会社に行くことだとか人間関係だとかそういうのが苦手なので、家で働けるのならなんて素敵なことなんだろうと思いました。で、通勤のね、ストレスもないですし、今後リモートっていうのがもっと注目されて、もっと入り込んでくる働き方になるんじゃないかなとちょっと思ってました。で、早速、リモートの仕事っていうのがあったんですよ。で、リモート講師、何するかというと、要はパソコンの先生ですね。フォトショップ、アドビのフォトショップっていうソフトがあるんですね。それは何かというと、デザインするときに使う、ソフトですよ。有名なのはマイクロソフトオフィスの Excel だったり Word だったりあると思うんですけども、ああいう形でソフトの使い方を、研修するんですね。各企業とかそういう Photoshop を使う、会社がね、新しく入ってきた新人の人に教える、研修をさせないといけないですよね。それを先生を招いてやるのは、ちょっとコストかかるんで、リモートでやるっていうことが多分多いんでしょう。そのリモートの講師ですね。このフォトショップっていうソフト、使い方を教える先生、これをリモートでできますよという仕事なんですよ。で、やることはオンライン授業みたいなことですね。実際に企業さんに行ってフォトショップの研修をする講師、それをオンラインでやる、オンライン授業、これをやる仕事だったんですよね。しかも条件が良くて、僕の中で、ちょっとライトがこれ邪魔だな。ライトが邪魔だな。リモートね。で、これ、講師、フォトショップなど、正社員で30万円でした。まあ、込みで、交通費とか込みの30かな。まあ、でも大体これぐらい。で、勤務体系が月曜から金曜、土日休み。そして14時から22時。これも、まあ、個人に合わせれるということなので、基本の時間です。この中で、家にいながら仕事ができるということですね。で、忙しいのは忙しいみたいですけど、でも8時間ですし、リモートでね、講師ができる。やっぱり誰か向こうに現場じゃなくてこっちでできる方がパフォーマンスしやすいんですよね。やっぱり人の目が気にならないので。しかも完全リモートですね。もうこれはやりたいと思って申し込んだんですけどね、ちょっとダメでした。やっぱりこの講師経験がなくてもいいんですけどと書いてるんですけど、やっぱ講師の経験ある人の方がそれはいいで大歓迎ですよね。僕その家庭教師とかの経験もなかったので、ちょっと厳しかったですね。で、研修、その代わりこの1ヶ月でフォトショップの研修の仕方とかは、いきなりリモートできないんで1ヶ月研修はあります。で、それがね、東京本社で1ヶ月研修、これちょっと魅力的だったんですけどね、僕としたらね。なので、ちょっと一番行きたかった、でも一番最初に行きたいと思ったところ受けて通るわけないので、でも今までは落ちた場合に心のどっかでほっとしてたんですよ。企業の歴史を送ります、落ちたらほっとしてる自分がいて、結局は働かないといけない、もちろん働かないといけないんですけど、なんか就職をしないといけないから無理やりやってる活動なので、ああここか、でも条件的にもう応募しないとなっていうので応募してるから、受かって行きたい、ここに行きたいと思ってやってるわけじゃないからホッとしてた。でも今回初めて悔しかったんですよね。大学生の時の就活と同じ気持ちを味わえたので、ちょっとこういう自分がやりたいことがちょっと見つかってきたので、これ軸をちょっと定めながらね、やっていこうと思います。やっぱり軸を考えてから応募とかしててもダメやなと思いました。
まずいろいろ動いてみて、やりたくないことをピックアップしていった方がやりたいこと見つかると思いましたね。僕はね、やりたいことなんやろって考えても出てこないんですよ。でもいろんな応募したりとかしてる中で、うわ応募してここ行くんかって何が嫌なんやろとかやってる中で、今回あこれはやれる、自分がやれるかもしれないと思った仕事だったので、どれも大変ですけど気持ちが大事ですよね。やっぱりちょっとやりたいっていう気持ちは少しでもないと。なのでちょっとこういう感じでまだ探していきたいと思います。ありがとうございます。